さあ、それでは毎年恒例大群ラッシュがやってきましたので、こちらを完全攻略していきます。で、大群ラッシュがどこにあるか見当たらない人はクエストから行くのが一番早いでしょう。大群ラッシュのクエストを表示してもらって、島を表示っていうボタンがねこう出てきますので、これを押すと大群ラッシュ出てきますので、まあお気に入りでも登録しといて選択して大群ラッシュを始めてください。なんだけど、まあ普通にクリアするんだったらうねるがいいかもしれないですけど、なんかこれ見てる感じ、もしかしたらね、ボスを倒す以外のクエストは一人の方がクリアしやすそうですね。ボスを倒すだけはみんなと協力した方がいいかもしれないですけど、まあ、どうしようかな。まあ埋めるでいきましょう。さあ、それでは大群ラッシュ始まりました。確か去年までと同じだったら、マップの中央付近に宝箱とか弾薬ありますね。はい、最初のねサークルストームの中心に宝箱弾薬箱ありますので、とにかくね、まあ、武器よりも弾薬が大事、弾薬が大事なので、まあ、これを打開して弾薬もらっちゃいましょう。まあ、アサルトライフルとピストルですね。ハンドキャノンはちょっと、確かリロードが遅いからダメですね。リロードが早いね。普通のピストルがかなり使えるので、もしピストルがあったらピストルゲットしておいてください。アサルトライフルもかなり使えます。で、弾薬は必ずゲット。もう本当にね、弾薬不足になりますので、弾薬は必ずゲットしておいてください。あと、ショットガンってね、使えないことが多いので、ショットガンは捨てましょう。お、来ましたね、ピストル。まあ、ただ、ピストルとサブマシンガン両方使おうとすると、このちっちゃい弾がね、不足になるんで、その辺もね、考えつつピストルプラスアサルトが一番いいかな。で、準備完了したら最初のクエストがね、じゃあこれから行きましょうか。これ意外とめちゃめちゃ大事です。スコア倍率を集める10個というクエストがあるんですけど、はい、抱き合っていきましょう。はいはい、こんにちは。誰だ、この人たちフレンドなのか。じゃあ俺も一緒に踊りましょうか。じゃあバトルに備えて君も一緒に踊ろうぜ。あ、じゃあめちゃくちゃいいチームワークだ。オッケーオッケー。そしたらまずはスコア倍率っていうのはミニマップに注目してください。まだ出てきてません。ミニマップをね、ミニマップをチラチラ見ながら戦ってください。あ、出ました。はい、クリスタル、わかりますか。クリスタルが表示されてますね。ミニマップにクリスタルが表示されてます。あれを必ずゲットしましょう。はい、これです。これを取って1個カウントされるかな。カウントされてます、されてます。これです。ミニマップを注目して、これを絶対集めてくださいね。これがないと点数が増えません。これを取るとね、スコアが倍々ゲームでめちゃくちゃ点数が上がるので、点数上げたい人はマジで必須です。点数集めなくていい人もクエストをクリアしないといけないので、集めてください。まあ、これ、味方が集めても大丈夫です。これ、味方がクリアしても大丈夫よマークがついてますので、味方に任せてもいいんですけど、みんなね、ゾンビ倒すのにね、夢中になってね、クリスタル取り損ねちゃう人が多いんで、ちょっと誰も取らないようでしたら自分で取ってくださいね。さあ、どこだ、あったあった、落ちてますね。ミニマップを見てその場所に行ってください。これで3つ目と、だいたい確かね、1ウェーブにつき1個しか出なかったんじゃないかな。でね、なんでピストルが強いかっていうと、点数上げるためにはね、連続 KO が必要なんですよ。はい、今30連続 KO で点数倍率さ4になってるじゃん。連続で敵を倒せば倒すほどめちゃめちゃ点数上がるんですけど、ピストルってね、リロードが早いんで、倒してこの連続 KO がね、途絶える前にどん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 リロードで次から次に倒せますので、はい、50連続 KO を達成するクリアですね。これね、まとめてね、爆弾とかで倒しちゃって敵がいなくなっちゃうと連続でね倒しにくくなっちゃいますので、ちょっとずつちょっとずつ、こんな風にねヘッドショットとか狙って、ちょっとずつちょっとずつ連続で敵がねいなくならない程度に敵を倒してください。敵がいなくならない程度です。そうしたらね、連続でクリアできると思います。ほら、弾不足でしょ。もう弾なくなっちゃったよ。こうなるからアサルトも一つは必ず欲しいんですよね。で、最初の方はね、もうアンチ街に行っていいです。アンチ街に行ってとにかく弾を集めてください。ゾンビの死体から弾を集めて集めて、そう、このね50連続 KO するときに味方がねめちゃくちゃ上手かったり、とにかく倒しまくる人だと50連続 KO できないんですよ。はい、1人2人3人ってね倒していくんだけど、そしてアサルト、このアサルトはリロードが遅いからあんま良くないな。リロードが遅いとね、この連続 KO が途切れちゃうんで、そういう意味でもピストルはマジ最強です。リロードの速さ的に通常ピストル、あのハンドキャノンとかモナークピストルじゃなくて、この普通のピストルはねめちゃめちゃリロードが速いんで、連続 KO を樹立しやすいですね。50連続 KO 達成しやすいですね。これでどん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 、はい、敵を途切れることなくこうやって倒してください。あんまりいっぺんに倒しちゃうと、あのゾンビがいなくなって連続 KO できなくなっちゃうんで、ちょっとずつ、うわ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、めっちゃいった、ちょっとずつ、ちょっとずつ倒していきます。ちょっとずつ、ちょっとずつ、
一遍には倒しません。こんな風にちょっとずつちょっとずつ、はい、こんな風に39、40、もう 40KO。 ゾンビ、ほらゾンビいなくなりそう。ゾンビいなくなっちゃダメ、いなくなっちゃダメよ、いなくならしちゃダメよ。いなくならないようにこんな風に倒していきます。あ、46、あ、いないいない、いた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 。50連続 KO 行きましたね。 OK、 これでこのミッションクリアです。こんな風にできれば通常ピストル、まあそう簡単にねピストルが絶対あるわけじゃないですので、なかったら次あの普通のアサルトライフルがいいですかね。リロードが早くて連射できる武器ですね。ピストル、アサルトライフルあたりで頑張ってクリアしてみてください。対人戦だとねショットガンが最強だけど、まあショットガン必須なんだけど、この大群ラッシュだとねショットガンマジ使いませんので、ショットガンはいりません。まあ持っててもいいけど、弾がなくなった時のために持っててもいいけど、そうそう使わないですね。ですぐ弾がなくなっちゃうんで必ず弾は回収です。はい、もうどんどんアンチ街に行って、そうですね、あ、味方の人上手ですね。アンチ街に行って弾を拾います。とにかく弾を拾います。だからチャグスプとか絶対持ってた方がいいね。アンチ街に出て弾を拾うためにもチャグスプ系はめちゃめちゃいいんじゃないでしょうか。さあでは次のミッション、まあスコア倍率はねさっきみたいに1ウェーブごとにクリスタルが3つ出てきますので、まあ、第2ウェーブでまたクリスタルが3つ出てくるはずですので、あのチームマルチプライヤーって書いてあるやつね、あれをどんどん集めてくださいね。じゃあ次のミッションこれいきましょうか。キューブモンスタースポナーを破壊する10個ですね。あ、味方がもう6個破壊してくれてる、ありがとう。キューブスポナーはマップ上にあるあの四角いキューブみたいなやつですね。キューブみたいなやつももろキューブなんだけど、これですね。これを破壊するんですけど、これ撃つよりツルハシで殴った方がめっちゃダメージ、ちゃんとこの何丸に当てたら135ダメージなんで、かなり破壊しやすいですので、これで破壊してレア宝箱とかが出ますので、これもありがとう、ありがとう、リク君ありがとう、マジ神。なんかさ、この爆弾系、今あった爆弾系とかガラクタ裂け目系とかこういうのでね簡単にこれ破壊できますので、破壊できますね、一撃で破壊できますので、キューブスポナー破壊してクリアかな。そうですね、キューブモンスタースポナーを破壊する、もう9個になりましたね。あと1個ですね、こういう爆弾とかでもいいです。こういうので一撃で破壊できますけど、このねキューブスポナーを破壊しちゃうとゾンビが出てこなくなるから、50連続 KO を達成したいときはねそんなにすぐにね、あ、ほら、そして見て見て、ほら誰も拾ってないじゃんクリスタル。本当にねクリスタル忘れがちなんですよ。皆さんよかったらこの動画を皆さん友達に拡散してください。大群ラッシュするときはこれを絶対拾わないといけないけど、ついつい忘れちゃうんで、とにかくこの動画を皆さんお友達、家族、兄弟、老若男女問わずこの動画を見せてもらって、僕の再生数を増やしてください。あ、間違った、みんなが簡単にクリアできるように、あ、拾ってくれた拾ってくれた。みんながねスコア倍率ちゃんと拾うようにね、この動画広めてくださいね。やっぱ1ウェーブで3個みたいですね。今6個になってますので、じゃあ次、キューブモンスターデビルにダメージを与える、4万ダメージですね。キューブモンスターデビルってなんだ、どのキューブモンスターでもいいのかな、ちょっと確認しましょうか。あ、ミストも結構いいですね。移動しながら、おお、チェーンソーもある、これチェーンソー使えるの、これ移動に便利だからな。このチェーンソーを使っていきましょうか。これでゾンビも倒せたりするのか。そしたらキューブモンスターデビルってどの敵でもいいのかな。34、58、ちょっと待って、あ、誰でもいいですね。キューブモンスターデビル、とにかくこのキューブモンスター誰でもいいのでダメージを4万当てるということです。まあこれはもう単純に打ちまくってればクリアできるでしょう。まあ、1試合でクリアできなかったら2試合目行ってください。もうただただダメージを与えるだけです。でヘッドショット狙った方がねすぐ倒せるし、あの弾節約にもなるし、点数スコアも増えるんで、できたらね、まあ、もし狙えるんだったら体じゃなくて頭を狙って点数も稼いで弾も、はい、節約してください。医療ミストは熱いですね。医療ミストは強いです。弾を回収して回収して、さあボスかな、第3ステージ大群ラッシュのボスを倒す、来るか。はい、弾薬をとにかく回収しましょう。まあ、ボス戦はね、点数稼ぐ必要がないんだったら、まあ、とにかくボスだけ狙えばいいんだけど、点数をね、稼ぎたい人は、天空やってる。点数を稼ぎたい人は、ボスを倒す前に、雑魚敵でね、あの、50連続 KO、100連続 KO で、点数を稼いでからね、ボスにね、ダメージ与えるといいんですけど、まあ、今回はね、ここに大群ラッシュのボスを倒す1回というクエストありますので、胸のところ、右のね、脇腹、あの、肝臓のところですね。肝臓のところを狙うと、ダメージが、5倍ですので、こちらを狙いましょう。これを狙ってればねまず勝てると思います。もうボスが現れた瞬間からボスだけ狙う、これでねマジでねボスは簡単に倒せます。ボス倒せないっていう人はねついついねこの何雑魚敵にかまっちゃって、雑魚敵でね時間がなくなって多分勝てないんだと思います。
点数じゃなくてただただ勝ちたい人はただただ狙いましょう。ボスをただただ撃つだけです。ボス以外狙っちゃいけません。右の脇腹のところを狙ってダメージが 1.5 倍から2倍ぐらいになりますので、敵がまた近づいてきたら一旦逃げますと。さっき天空してた人どこ行ったかな。あ、やってるやってる。いいね、天空からダメージを食らってくれてるみたいです。まあ、ある程度3分の1か4分の1ぐらいまで体力削ってから点数稼ぎしてもいいかもですね。あんまり点数稼ぎすると逆にクリアできなくなるので、味方がボスと戦ってくれてるので僕は点数稼ぎしましょうか。すいませんね皆さん、まあ、別にこれスコアが高いからってで別に何でもないんだけど、まあ、敵にダメージを与えるクエストクリアするためにガン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 与えちゃうか。点数を稼ぎながら、あら点数倍率今さ取ってないじゃん。点数倍率取らないとね、あのゲームが終わった後のゲームが終わった後の点数がねめちゃくちゃ低くなるんで、うわめ、あ、たた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 すいません味方の人。やっぱねこうなるからね、もう点数稼ぎしないで第三収縮来たらもうボスだけ狙った方がいいかもしれません。さあ次のマッチのボスにやってきたんですけど、今度は現れた瞬間からどん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 ダメージ与えていきましょう。点数よりボス倒すこと優先です。まあ、無理にね弱点狙わなくても、まあ、弱点は狙える時だけでもいいかもしれないですね。もうこっち側から撃つ時は弱点をまず抜いてくれないんで、もう仕方ない、弱点じゃなくてもガンガン弾を当てていきましょう。弾もほらいい。本当はねあの倍率ぐらいは取った方がいいんだけどね、あのスコア倍率ぐらいは本当は取ったがいいんでしょうけど、ちょっと今回は、ボスを倒してクエストクリアを優先したいと思います。もう下に潜り込んで撃つ。おらおら、やばい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 、さすがに下危なかった。オッケー、味方が倒してくれました。こんな風にねボスが出てすぐねボスだけ狙ってればねボス倒すこと自体は簡単なんですけど、そうするとねスコアが全然伸びないんですよね。見てください、僕最下位です。なんか35万30万30万、俺のフレンドみんな30万いってる。はい、こんな風に戦ってればまあクリアは可能なんですけど、このキューブモンスターデビルにダメージを与えるだけは1試合につき、まあちょっと説明しながらやってたんですけど、それでも1万5000ダメージしか与えられませんでしたね。早い人で2試合、ちょっと遅い人でもしかしたら4試合ぐらいかかっちゃうかな。まあ、3試合から4試合すればね自動的にこれもクリアできるんじゃないかと思います。はい、ということでね、こっちのフォートナイトメアのクエストの方無料でねたくさんのアイテムがもらえる方のね動画もアップしてますので、まだねこっちのクエストクリアしてない人はよかったらそちらの動画も見てみてください。ということで今回のね大群ラッシュとかフォートナイトメアのクエストがねちょっとでも役に立ったという方はよかったらアイテムショップの方からねフォートナイトメアのめちゃくちゃかっこいいスキンとか怖いスキンとかねいいスキンがたくさん発売されていますので、この辺のスキンを買う際はよかったら皆さんクリエイターサポートたくまん、アイテムショップの右下の方にねクリエイターサポート入れるボタンありますので、ここで ZR ボタンとか押してもらってクリエイターサポートローマ字、あ、ひらがなじゃない、ローマ字でたくまんですね、ローマ字でたくまんと入れていただけるとめちゃめちゃありがたいです。はい、ということでね大群ラッシュは無理にクリアするんじゃなくて、フレンドとかとね楽しみながらやってもいいんじゃないかと思います。まあどっちにしろ経験値しかもらえないしね、アイテムもらえるのはフォートナイトメアの方ですね。はい、ということで皆さんも頑張ってください。ありがとうございました。